モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間はいい土地にいい建物を斉藤工務店と噂の自販機屋さん給食の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、そしてなんといっても12月12日木曜日夜6時半からこのモーニングジャムは、そうです、電気ビル未来ホールでおもろい落語会やります。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、準備も少しずつ整いつつありまして、はい、あとは、まあ、私自身の問題だなっていう全部私自身の問題なんですよね。それが一番さ進まないっていうことなんですけれども、まあとにかくね、はい、12月12日楽しみにしていただければ、はい、私もですね、多分その時には晴れやかな気持ちでですね会場に行ってるんじゃないかなというふうに思いますんで、どうぞよろしくお願いします。まあそれにね、初師匠の芝浜もすごく楽しみです。はい、うん、関東のね、やっぱ落語通の人たちは12月にこの話を聞かないと新しい年迎えられないねっていう、そういうお話らしいので、はい、はい、すごくそちらも楽しみです。さあそれではね、今日のおもろい家族紹介していくことにしましょう。まずはね、短いものからいきましょうか。こちら女性の方、さなえさんです。中地彩奈ちゃん、こんにちは。こんにちは。今日はちょっと面白かった話なんですけれども、昨日の朝朝食食べていた時、テレビで動物園のモルモットの話が出てきたんです。その時に長男がモルモットの名前アケミとさなえらしいよって言いました。私は思わず、マジ？そうなんです、私たち2人姉妹で50代の姉はアケミで、私はさなえなんです。ちなみに父はアキラで母はヨーコ、昭和の教科書によく載ってた名前の家族モルモットの名前を付けた人は多分昭和生まれの人なんだこれって多分あれなんですよね、大牟田市動物園のモルモットの話じゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、はい、大牟田市動物園のね、ことが延命動物園っていう、僕たちが子供の時は延命動物園って言ってたんですけど、はい、延命動物園って映画の中では出てて、それでね、命スケッチっていうね、劇団エグザイルの、佐藤寛太さんが主演でねやってるじゃないですか、はい、でモルモット、50匹以上いるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、はい、実はあれ全部名前がついてるんですよ。あ、そうそう、それでね、まあもちろん飼育員の人たちっていうのは、はい、もう全然一匹一匹違うっつうんですよ。すごいそのすごいって喜んだ顔が若干モルモット系ですよね言われたことないですか？すごく言われますね。モルモット、ウサギ、ビーバー、もうげっ歯類私げっ歯ですっていう感じですそうですか、はい、ね、今もうびっくりしましたあやなっていうモルモットが私の目の前に現れよったなってごめんねまあまあね、どんなモルモットなのかっていうのをね、来年のモーニングジャムのオリジナル卓上カレンダー , 笑う角には福来たるカレンダー2020で楽しんでいただければなと、はい、月始目はね、うどんを食べないと思うんですけれどもうどんをすすってます。はい、すすりますさあそれからね、これいきましょうか。動物の話になったんだよね、はい、こちら動物の話、男性の方ですね、うん、中地彩奈ちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は私の話。普段から近所の野良猫が数匹うちの周りうろうろしていたんです。2年前の春に黒猫が生まれたんですが、時々知らない間にうちの家の中に入ってきておりました。去年の春、
カーテンを閉めようとした時、窓と家具の隙間に黒いものが見えたので、なんだと思って覗いてみると、その黒猫が丸まってました。また入ってきてるよと思ってさっと視線を外したんですが、なんか変。もう一度猫の方を見ると、猫の横に10センチぐらいの黒い楕円形の物体が2つ。うわー、自分がやったうんちと一緒寝てるよと私は頭の中で思いながら、ゴミ袋を取りに行こうと猫に背を向けました。一歩進んだ時、見たことないけど猫って体小さい割にうんちってあんなに大きいんだ、そうなの？と振り返って、もう一度猫の横にある2つのうんちをじっくり確認してみると、やっぱりうんち、ものすごい毛がついてる。猫はお腹に溜まった毛玉を出すって聞いたことがあるけど、こんなに毛玉って出るもんなんだ。いや、赤ちゃんだ。黒猫のお腹が大きいっていうのには気づいていたんですけど、まさかうちの中で出産されるとは思いもしませんでした。家族の誰も猫を飼ったことも動物の出産も経験がなく、でも外に出すのもどうか、触ったら私のバイ菌がつくかもと、どうしたらいいのか分からず放っておくことにしました。2つのうんちと見間違えた子猫は日が経つにつれてヨタ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 歩くようになり、1ヶ月後母猫と外に出るようになりました。生まれて1年半が経過、黒猫と2匹のうち1匹は来なくなりましたが、残った1匹は母の遺伝なのか、最近網戸を勝手に開けてうちの中に入ってきます。1匹になってしまったけど優しい性格なので他の猫が来て仲良くしているようです。野良猫を数年見ていると、タヌキに襲われたり、猫同士の縄張り争いで怪我したり、元気だったオス猫が病気かどうかわからないけど急に痩せて、しばらくすると見かけなくなったりと、世代交代が早く生きるのは大変なんだなと感じさせられます。見かけなくなった理由がなんとなくわかる猫もいるけど、みんなどこかで生きていると思うようにしています。以上、うんちが猫に化けた話でした。寒くなったので皆さん体に気をつけて、お過ごしくださいという。ねえ、まあでも、まあ、みんながいない時にも出産して、そこの隙間に入り込んでいたんだろうなっていうふうに思いますけれども、はい、私もね、今も猫っていう、ね、ことですけど、それは去勢してオスなのでね、はい、実家でね猫飼ってた時はメスだったんですよ、はい、でこれはねもう、まあ、実家で猫飼ってた時っていうのもね、まだ私が学生の時だから、まあ、15、6ぐらいの時だからね、もう随分と前ですけど、はい、その頃はねやっぱこう去勢するとかさ、うん、なんかやっぱね避妊手術するみたいな文化ってあんまなかったんで、はい、で猫も割とね外に行ったりしてたんで、うんうん、やっぱ気づいたら妊娠してるんですよね。あ、へー。そう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 。でやっぱ産む場所はね、家の中でもやっぱなんかやっぱ気に入ったところがあるんだろうね。俺の部屋だったんですよ。もうね、なんかもうほんとで、やっぱ段ボール箱みたいなのに、ね、もう使わなくなったバスタオルとか敷いてると、はい、なんかもうね、うう言いながら、翌朝にはやっぱ3匹4匹ぐらい生まれてたりして、そう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 、それをまたねもらってもらう人探さなきゃいけないとか結構大変だったりとかね、 あったんですけれどもね、はい、はいはいはい、だから私も2回私の部屋で出産というのをもう布団に入ってかなわんなと思いながら、いつか、ね、そのうち眠ってしまって翌朝には生まれてるっていう2回ともそうだったんですけどね。何の話かね、もうすごいね、すごい。こんな話をしているコーナーがイベントやります。
しかもチケット売りのイベントで、はい、速乾というですね、ありがとうございます。まあ、とにかくね、はい、12月の12日はね、はい、楽しいことやりますんで、チケット手に入れた方どうぞワクワクしながら待っておいてください。